根本忠し根本忠しから1933年1月5日は、幕末の三戸藩士、明治、大正時代の衆議院議員、帝国教育会東京府会員、植民協会幹事などを歴任し、1898年第5回総選挙以降、連続当選10回、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法を提唱し、 国民教育授業料全廃の権利、水軍船鉄道建設に関する、権利等と共に成立させた。日立国中郡東の倉村の村役人の家に、生まれ、祖父、藩士江門のに読み書きを習い、1860年には、新職、佐川伊予之助の塾に入って、官籍を学ぶ。1863年、親族の商工官総裁、豊田天皇の門人となって、 水戸学を学び、翌1864年の天候死後にはその息子、小太郎に仕えた。1867年、水戸藩南を小売方役人となる。改革派と保守派の藩内構想で、小太郎が暗殺されると職を失い、東京に出て、藤田東子の着難、藤田県の長屋に身を寄せ、三つくり周平、中村義隆に学び、警視庁ら卒を務める。 1874年神戸の駅定量、外国郵便局に赴任し、慶応義塾の分校、京都慶応義塾で学び、1877年にヘボン塾に入門。1879年に渡米し、バーモント大学を1889年に卒業。1890年、愛国高等に入党。東京金視会を創立し、副会長。 ついで、榎本武明が創設した植民協会の幹事に就任。1893年、外務省と農商務省から植民協会の幹事根本に海外移民地調査と商工視察等を命じられ、1894年7月から翌1895年3月までメキシコブラジル、中央アメリカインドへ出張し復命報告した。 1898年3月、第5回衆議院議員総選挙に自由党から立候補し、立候補3回目で初当選。以後県政党、立憲政友会などを経て、中南米移民の促進、国語調査会の設置、小科大学の設置、ローマ字調査審議会の設置、国民教育授業料の全廃といった教育事業や、茨城県の行政など、 多種多様な事業に関わる。地盤とする、九じ軍を通過する、鉄道省水軍線の建設にあたっては、福島県側から運動を起こした、白石義郎と交往して、建設促進運動を行い、1912年3月6日の第28回帝国議会において、建設の県議が衆議院を通過した。これを検証して、第5町の十二諸神社に共像が建てられたが、 第二次世界大戦中の金属回収で教室され、第二次世界大戦後に、日立大も駅駅前広場内に再建されている。1920年5月の第14回総選挙まで連続10回の当選を果たしたが、1924年5月第15回総選挙で落選し政界を引退した。ありがとうございます。